皆さんこんにちは。ZAN2023 前期 ZAN 王決定戦予選4回戦の模様をお届けいたします。今回も実況解説は引き続き、ZAN エアリングより私ヨーテルと、加藤裕樹さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、早くも4回戦というか収録なんですけど、なんか1時間半くらいしか経ってないんですよね。まあ皆さんあの慣れてらっしゃいますから、はい、スムーズですし、まあ打牌も早いですからね。はい、うん、あサクサクとした麻雀が行われておりますが、4回戦やっていきたいと思います。今回対局メンツはシーチャにオカム選手、ナンチャにホーコ選手、シャーチャにワイヤマ選手といった並びになっております。それでは3回戦終了時点のポイントをですね、少し加藤さんの方から解説していただければなと思います。そうですね、はい、あの現時点でワイヤマさんがプラス29で首位ですね。で2位が、はい、ホーコさんでプラス24、はい、で3位がハルさんでマイナス10、4位がカズキさんでマイナス19、うん、で現状の最下位がオカムさんでマイナス24となってまして、はい、まあ、現時点ではカズキさんとハルさんのところはちょっとボーダーで、まあ、ハルさんまでが残りで最後1人落ちるんでしたっけ、これ2人ですよね、はい、なので、ハルさんまでが残りで勝吉さんと岡村さんがまあ落ちるという形ですね。そうですね、はい、まあ、今の時点ではまあホーコさんとまあワイヤマさんがまあかなり突き抜けてるという感じですけども、まあ、正直まああの、うん、まあ、そこまでものすごいあのこれ1回で最大70とか変わってしまうので、まあまあ実際まだ分からないっていう感じではありますが、ここで岡村さんがちょっとラス引くようだとちょっときついかなっていう気がしますね。そうですね、今回、うん、トータル最下位の岡村と、トータル1位2位のワイヤマホーコが対局ということで、そうですね、まあ、結構鍵を握る一戦になるんじゃないかなっていう感じですか。ちょっと岡村さんに頑張ってもらいたいですね。はい、岡村さん注目していきましょう。それでは選手の皆さん準備がよろしければ入場よろしくお願いします。はい、チーチャースタートのオカムー選手です。今回が、2戦目、初戦は飛び出すということで勝負どころです。そしてナンチャにホーコ選手、シャーチャに現残王のワイヤマ選手です。なんか入場がもうあれですね、スムーズというか。そうですね。あのちなみにあのオカムさんはちょっと昨日お酒飲みすぎたみたいで、はい、あの1回戦目のラスで目が覚めたんじゃないですかね。そう信じてます。はい、さすがに1回戦目の最後の曲反省してましたね。そうですね、はい、まあでもあの面白いと思いますね、この3人は。うん、さあ対局始まりました。残王決定戦予選4回戦、チーチャはオカム選手でスタートです。ドラはチュン、まずはハイパイ見ていきましょう。オカムさん、ちょっと黒いですね、はい、ドラもなし、赤もなし、花もなし、 ここも花が1枚、ドラが1枚、黒いですね、うん、ということはここが赤いですね。ちょっと赤みがかかっているといったハイパイでございます。まあでもワイヤマさんが1枚いいですか。はい、そうですね、うん、他の2人がちょっとまだスピードで追いついてないかなという感じはありますけど、うん、はい。さあ3枚目の赤を引きましたワイヤマ選手。オカムー選手は親番なんですよね、これが。そうなんですよね、少し頑張らなければいけないか。はいはいはい。さあオカムー三蔵があんこになって一歩進みました。ホーコ選手のペンサン像が今あんこにされたところ。さあこれはドラ切った、ドラから先打つんですね。うん、まあトンからとか、あるいは他の端っこの数字の牌からとかいう選手も結構いそうですが。そうですね、これ多分親のアンパイを持って先に切ったっていう、まあ、これもあれなんですかね、距離感測った打ち方なんですかね。はいはい、まあ、基本はあのトンだと思うんですけど、うん、1枚あの切って出てますから、はい、まあ、あのワイヤマさんのフォームなんでしょうね。うんうん、うん、なるほど、ドラ先に行ったれと、自分こんなにいい手出しと。そうですね、あの、まあ、特にあの小型の時はこう打つってことなんでしょうね。なるほど、親だとはまた別の選択があるかもしれないと、うん、さあ医者手に来ましたオカム。
カン・ウーソー、カン・リャンピン、カン・スーピンのイーシャンテンです。さあホーコ選手もイーシャンテンだが、これはチュンを打つかチーピンを打つか、チーピンを打ちましたね。うん、ただねこれホーコさんチーピン打っちゃうと結構厳しそうなんですよね。三蔵がないですからね。はい、うん、オカムアンコで、あこれで、でもお、あこれでまだこれで、はい、復活できますね。シャンポにすれば、うん、あでもシャンポ2枚ゲーですよ。急走イソ引くしかない、イソ引くしかない、これは厳しいですね。ペンサンズ残ったらどうするのかっていう話もありますしね。まあ想像の上が伸びて、あのそこでまあ2メンツできるようだったらね、全然復活になるんですけどね。そういうルートも、はい、はい、いますけど、さあどうだ。オカムイーシャンテンが広がった形か。これ受け入れで言うとイーピンがいいんですけど、あ赤こいつで見ましたね。これチートイツやスーアンコ、あこれ言ったように想像の上伸びましたね。おこれでヤンゾー切れば、そうですね、はい、うまい具合に想像伸ばしました方向選手。さあワイヤマさんはイーソーのつもぎりとします。ま受け入れマックスにはしなかったですね。あウーピンかぶりましたね、これ痛いです、ね、チートイドラドラがあったかオカム。さあ天敗ハンチーソー即リーチ。これワイヤマさん的にはチーソー の、 あの馬橋が相当よく多分見えてるんでしょうね。馬橋、あのパーソーが2枚飛んでるのと、あと、はい、自分がまああの55568っていう形で使ってるので、はい、まあ他者にあのチーソーが使いづらいっていうことを多分意識されてるのかもしれないですね。手が悪いよりも先に上がりの方があるんじゃないかっていうことで、はい、あの即リー打ったと思いますね。いや鋭いリーチ判断。チーソーは山に残り2枚いるようです。これ積もったらすごいぞ。さあオカムはウーピンもう1枚引いて、あリャンピン、これ天候シャンコのパターンですね。でそして通ってるのはイーピンか、ウーパーピン通ってないですからねこれ。はい、イーピン抜いてギブアップですか。それか粘るならリャンピンをちょい押しですね。ちょっと粘りましたね。はい、ここは急走もう一度、もう一度かですね。はい、急走打って粘ってっていう感じでしょうがですね。はい、つもいやこの感じ、ソーリーチはお見事。リーズもタンヤを1234裏が花バイマンだ、バイマンの1枚。うわこれすごいっすよ、リーチしたの。そうですね、闇天の漫画で愚形ですからね、白ポチ切れてて。そうですね、すごい。まあワイヤマさんがまあ結構冷静に馬鏡を見てっていう感じだと思いますね。はい、さあトン2曲です。ワイヤマのバイマンツモアガイで4回戦スタートしました。親番はホーコ選手。これあまりハイパー良くないですね。これ良くないですね。ワイヤマさんはこの2枚が大事。ヤンピンとサピン。ん？微妙です。悪くないっていう。あ、オカムさんいいですね。はい。オカムさんがこの曲は一番良さそう。うんうん。ワイヤマさんはこのような悪い手の時にどのような進行をしていくか。そうですね、あの自敗の切り順とかがかなり勉強になるので、はい、視聴者の皆さんもあの見とくといいんじゃないかなと思いますね。それは注目していきましょう、うん、最初に切ったのは、まあ、1枚切れのお高手の飛車、これはまあ普通といったところでしょうが、うん、そうですね、ここからですよね。基本はあのまあ、大体あの一般的な切り方されると思うんですけど、はい、あのドラが自敗の時とか自分が親番の時、うん、あの小型の時で、はい、あの多少自敗の切り順使い分けてらっしゃると思うんで。なるほどなるほど。三人麻雀はそういう細かい部分でも結構差が出てくると思われます。さあ9ピン重なって自敗の選択になりそうだが、初、まあ、この辺は多分そこまで誤差ないような気しますけどね、うん、はい、初切ったのはションパイですね。これトンが1枚切れだったりもしたんですが、1枚切れのトンよりションパイの初、うん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 、そうですね、うん、まあ守備意識もある、守備意識プラス、まあ、泣かれたら泣かれたで面前が崩れるからとかもあるのかもしれないですね。相手、あなるほど、面前が崩れるから、面前に対してあのザンリーグはあの周期が発生しますので、チップが、はい、まあ、そこをあの崩すことができるっていうのと、まあ、仕掛けてくれた方が、うん、あのバーが全体的に分かりやすくなるとかっていうことも考えてるのかもしれないですね。なるほどなるほど、読みを使うプレイヤーだからこその選択といったところか。お、スーピン入った、どうだ、ここでトンになりました。これでもあの手配マックスですかね。はい、
シャンポンでリーチありました。三蔵ウーソーのシャンポン待ちで岡村選手の先制リーチです。おっと少し場が止まっているが、あ、両替ですね、両替ですか、はい、はい。白ポッチもまだあるんでリーチですかね。うん、まあ、役なしシャンポン、ね、もちろんもちろん、そうですね、はい、受けを管理アスするかどうかっていうところだけだったと。あ、そっちはありましたが、白ポッチ積もって嘘にしてやろうと。そうですね、いう気概もあるでしょうか。さあ一発目どうだ。ん、6はちょっと違う、三蔵が筋になりました。ホーコスさんはさすがにこの手から押し返せないと思うので、はい、まあ、かなり受けですねここは。うん、親番ですが、うん、ここは形的にあまりに厳しい。あ、入った、あれ三蔵危ない、これは豊潤になった。さあリーチ赤赤、裏が1枚、8000点の1枚です、うんうんうん、あれですかね、ウッパソの方が打つの多分嫌だったんでしょうね、うんうんうん、まあ筋の三蔵からいっといてという、そうですね、はい、まあ老僧行くのはさすがに弱気すぎるっていうところ、そうですね、はい。で親番のワイヤマさんの手がどうですか。白と一つ、花が1枚、左手でどうだ、もう一個役配統一だったような、初と一つ、あ、これ絶対ポンですね、絶対ポン、はい。ガムさんから白がどのタイミングで出るかっていうことですかね。うん、これで一層積もってリャンシャンテン、岡村さんの白が出てポンですね、はい。これは初もなければ白初ドラ1で親番で6000点の転敗になりそうだ。そしてあ、宝子さんに初が来ました。おお、両面になって、これでマンガンコースも見えてきたか。ワイヤマ、これってでもあれなんですよね、初を泣いた時に、はい、タチャからはこれ大三元の可能性があるんで、ああ、じゃあこれ宝子さんチューン残っちゃいましたけど、そう、もう絶対切れないし、なんならチューンはんこの可能性もあるんで、うん、他の2人にしたらものすごい圧力になるんですよね。いや、嫌ですね。しかも今パーソーローソーって切られたわけですよね。そうですね、怖いっすよね。あ、チューン切りたい、切りたい、これ切りたいですね。でもな、さあサブローピン待ちの転敗、これが漫画あります。手出しの回数が増えると相手の手が確実に進んでるっていうのが分かるので、はい、より切りづらくなるというか、もうイーシャンテンが転敗とかって多分他の2人は思ってるような気しますけどね。うん、うん、ローソーパーソー感知層を払ってからのイーソー手出し、さすがにまとまっているか。そして赤ウーピンのつもぎり、これ結構他の2人も転敗だと思ってるかもしれないですね実際は。うん、まあ、転敗してるも全然おかしくないですよね。あと他の2人から先ほども言いましたように、はい、チュンが見せてないので、そうですね、はい、大三元かもしれないと思って打ってるか可能性は全然あるんで、はい。さあ宝子さんもチュンが1枚浮いているが、これを重ねでもしない限り少し厳しいか。オカムイーシャンテン現物ウーピンを切ってペン3ピンと老朽層、宝子さんもイーシャンテンですがチュンが浮いている、かなり警戒気味に打ってると思いますねこれ。はい、ところでサブローピンはどうですか。あ、サブローピン馬強的にはものすごいですけどね。まあ、ウーピンが3枚見えているという点で使いづらいでしょうか。ただ他の2人がサブローピン多分打たないんで出上がりはない。そうですね、出上がりこれないと思いますね。お子さんローピン浮いてますが、そもそもチュンが打てないですから。そうですよね、うん、これどうせチュン切らないんだったらローピン切るのはなんかもう違うわけですよね。まあそうですね、はい、ローピン行くならチュンも行くってことですよね。勝算がないので、はい、結局多分普通に数ピン打つか、まあ抜きましたね、はい、うん、まあそうですよね。ここは圧力に屈します。さあツモ上がり二役ドラさんで6000オールのツモ上がりです。他の二人からはあ、チュンなかったよかったっていう。そうですね、いやもうかなり場に対して圧をかけていくような打ち方なので、主導権を取って他の2人からするとむちゃくちゃやりづらいでしょうねこれ。そうですね、まあ、先ほど の1回戦2回戦も私見てましたけど、はい、ワイヤマさんの戦い方がそういう戦い方なので、うん、もう本当に試合巧者というか、はい、やりづらいでしょうね。さあワイヤマの連チャンです。ドラがウーソー一本場、
今回の手牌はどうだ。宝庫さんが2面2と2面1つで形がいいか。そうですね、はい、ワイヤマさんはツモ次第ですけど、まあドラがあるんで打点は上がった時になりそうですね。あ、これでリャンシャン点ですかね、宝庫さん。はい、ドラがあって打点が高いのがワイヤマ選手、形がいいのが宝庫選手といったところでしょうか。岡村さんが結構、あ、岡村さんが受けですかね。岡村さん厳しいか。3花4枚目は4枚目来たら、あ、シャア打ちましたね。あ、もう握れですか、うん、あ、なるほどなるほど。そうですね、4花はまだありますよ。ありますね。花は、はい、1枚山に残っています。あ、ここに来ました。これはあの他3人が、はい、他2人があの結構胸をなで下ろす瞬間というかよかったなっていう。そうですね、とりあえずあの役満祝儀はなくなったという。はい、ほうこさんいいシャンテンですが、ちょっと受け気味に先に、まあ、あのチーピー先に後継決めましたね。うん、いい層は、まあ、別に親に取ってるわけではないですが安牌候補といったところが、うん、ということはこれローピン切りますか。うん、そうでしょうね。ウッパーピン決めそうですけどね。うん、そうしましたね。はい、まあやっぱりあれですか、4花がないとはいえ3花も怖いですもんね。あ、これでイーソー切って安牌と入れ替えですかね。はい、はい、これ感知イーソーで転牌した時はどうしますかね。白ポッチが見えてないんで、まあ基本はリーチ行くのがいいと思うんですけど、はい、まあどう打つかっていう感じ。どう打つかってことですね。そうですね、はい、結構ね僕 A1 リーグで同卓してて意外とダマ点もあるんですよね。宝庫選手、宝庫さんはあの普段あのこの間ちょっとお話ししたんですけど、はい、リアルマージャンは月に1回か2回しか打たないみたいなことをおっしゃってたんで、はい、基本的にあのネットマージャンの方なんですよね。あ、なるほど。だからその辺があの通常のまあリアルの打ち手とちょっと違うのかなっていう気はしますね。うん、判断が。さあ、ローソー少しイーシャンテンの受けが膨らみましたが、これは結構距離感を測って打つみたいな感じはあるんじゃないですかね、宝庫さんも。うん、ワイヤマさんこの手絶対押しますからね。絶対に行きますね。現状赤さんドラさん赤赤ドラドラ10枚あります。何枚あります。 10? ウーソーで6枚とウーピンで2枚で8枚と花が2枚なんで10枚ですね。花3枚ですね。花3枚11枚11 でも単図も11で役満です。そうですね、これはこれ泣いてもむちゃくちゃ高いんで、はい、あ、ウーピンポンポンでしょう。これは美味しいところがなければワイヤマドラ12枚確定した。三葉ドラ 12? 三葉ドラ12風役満風役満あー天敗だー。風役満天敗リャンウソーリャンピン、これ相当まずいですね。これまずいな。ウソはなくてリャンゾーここにあんこで残りリャンゾーが1枚リャンピンもないですか。リャンピンもない。ないですね。リャンピン倍値の、はい、あの1枚あのメンツで使われてるんで、ホコさんに。ということは打点は化け物だが上がりはウソ1枚だけですか。話になるとリャンゾーが1枚。あ、リャンゾーが1枚ですか。はい。これは泣いてると上がれないんだ。あ、そうですね。リャンゾー1枚ですね。あ、そしてテンパイ。テンパイです。はい。あ、ホコ選手もテンパイ。これ。リャンピン。ウーピンポンされてる。テンパってないです。1233467なんでピンズ。まだテンパイじゃない。あ、失礼しました。はい、あ、本当だ。66に見えてました。失礼しました。シーソー9層で、あの、岡村さんテンパってるんで、はい、そこどうするかですが。ですが、これは、宝庫さんはもう、ワイヤマさんに打ちたくないので、はい、もう抜きましたね。まあ、はい。ベータ折りになりました。これは。さあ、岡村かわせるか。かわしたらでかいぞ。ローピンは通っていないが行く。ウピンポンだからか。これローピンは正直かなり怖いですからね。まあ当たりうる範囲ではありますね。形的にはもちろん自分の手が全然安いので。はい、そうですよね。さあ、でもいったん浮かぶ漫画ですか。イペコ赤ドラ漫画のツモ上がりです。かわしましたね。かわした。4万8000がいた。これは井山さん結構ショックですね。そうですね。難入です。はい、難入しました。ドラがローソー。お、岡
カムーのハイパイがついに輝きを持ったか。ドラ3枚ありますね、はい、かなりいい手です。あ、いきなりワイヤマがポンです。この辺ですよね。うん、ワイヤマさんよくおっしゃってるんですけれども、はい、あの3人うちは、はい、あの小型はあの親を流すゲームっていうで、親はあの連チャンをするゲームみたいなことをおっしゃってたんで、うん、まあ、基本的な考え方はそういうとこからあの多分打たれてると思うんですよね、はい、なので、まあ、いかに親を連チャンさせないかっていうのをかなり意識して打たれてると思います。なるほど、うん、これはもう、まあ、一応嘘統一でちょっとだけ打点はありますが、基本は親を流すための、そうですね、やはりあの親の点数が基本的に 1.5 倍で高いゲームするんでそうですよね、はい、まあ、リーグ戦でもよくありますが、親がとにかく積もりまくって10万点15万点いっちゃいましたはありますんでね、それをまあ意識的に防ぐっていう、まあ、この仕掛けとかもそうですね。はい、三蔵ポンです。ワイヤマイーシャンテン、しかしオカムも行ったりち、つもり3暗号の9万とローソーのシャンポンですか。まだ白ポッチも生きていますね、はい、あー、ほうこさん9万右柱大丈夫か。ただほうこさん結構守備力高いんで、はい、どうですかね。やっぱ いくら守備力高いって言ってもチーピン現物、うん、これ多分自分の手悪いんで、はい、結構出ないですよ。出ないですか。9万くらいってね、また何も増えたじゃないですか。あ、これ多分、うん、何自分の手が戦える手じゃなかったら、はい、本当にベッターって降りると思うんで。あ、確かに方向さんそういうイメージですよね、うん、慎重にペイは今通ったとこ。そうですね。となればこの Q1 は出るのはかなり先になりそうだが、ツモ上がりの可能性はもちろんあります。 Q1 ローソー山に1枚ずつ。それよりもワイヤマさんの、あ、でもワイヤマさんも抜きましたね、これ。抜きましたね、ローピンは、中筋の、はい。あ、統一になるとまずい。これはまずいか。どうだ、キューピンが通ってるか。チーピン、キューピンは切れるんで、あとローピンも通したんで、あの、ピンズの、あの、降りようと思えば。降りようと思えば降りれます。はい、降りました。降りました。こうなると、オカムーの上がり牌は、ローソーが1枚だけ。あと、白ポッチですか。白ポッチもいますか。さあ、方向耐えきれるか。なんかあります？キューピン？いや、ローピン通ってるんで。ローピン。まだ、そうか、まだ 3枚やる。そうか、669でいけますね、うん。はい。そう簡単にね、打たないんですよ、方向さん。うん。お、びくしゃ、急走だ。3花になって誘惑されますが。4花とかになるとまずいですね。まずいですね。それはちょっとまずいですね。いっちゃうんですけど。はい、イーシャンテン、まあ、これローピン打てますからね。あ、そして4花はなし。ただまだ白ポッチ生きてますよ、これ。はい、どうだ。ホーコ選手も、あ、テンパった。しかも Q1 使い切って、これシャンパンでリーチですね、これ。これはローピン現物ですから。はい、で自身でチーピン打ってるので、もうローピン切り一択です。はい、シャンポンデリーチ、Q1 はもちもち、パーピンの方はどうだ？白ポッチまだ生きてますよ。白ポッチ生きてる。一発！これはショックですね。方向見事！リーチ一発、赤赤、花が3枚。ドナローソも1枚。倍マンだ！倍マンの1枚。これは Q11 枚単独で危ないところから。守備力の高さと、押し返しと、押し返しと、そうですね、ほうこさんの、はい、実力がいかんなく発揮されたっていう感じですかね。そうですね、いや、お見事、さすが関東一位通過。まあ我々このほうこオカムに負けて今この席にいますからね。ちょっといいとこ見せてもらわないとね。はい、いや、でも本当にあのほうこさん守備力高いので、はい、そこは、はい、あの結構安心して見てられるというか。はい、うん、そうですね。さあ、そして親番が流れて苦しくなったのはオカムーか。あ、ホコさん手いいですね。チートイツのイーシャンテンになりました。ドラが6枚あるんですか。うわー、花花赤赤ドラドラ。うん、これチューはもちもちなんですね。チートイツでさっきテンパりそうですけどね。そうですね、うん、チートイでテンパってくれないと逆にちょっと遅れるか。あ、仕掛けるとチュンがもちもちだからどうだ。
これはトイトイカバックっていうやつですね。なんですけど、なんかちょっとあのネットマージャンっぽい仕掛けではありますね。そうですね。結構あれ僕意外に思いましたね。いや意外です。初戦を見る感じだとこういうのはあんまりしてこなかったイメージなんですが。さあそしてサブローピンの先制リーチがワイヤマから入りました。こういう時はワイヤマさんは、あでも泣けた、あ泣けた泣けた、行くか、何行く、チーソーですねこれ、チーソードムスジ行った、もう単純に枚数で行ってますね、ドラ表にあるんで、はい、あのチーソーが、まあのまあ、もちろん泣ける候補としては弱いっていうのもあると思うんですけど、うん、これチーソー連打しそうです、あもう全部と全部行くんですね全部でしょう、うん、なるほど、さあサブローピン待ち、しかし待ちの枚数はかなりありそうだ、3ピンが2枚使われてる、ローピンが1枚使われてる、残り5枚、白ポッチもいるんじゃないか、かいくぐれるか、ぐー感動さ、これはあれですね、ほうこさんが追いついた時が面白いですね、どうなるか、確かに、いやこれ高いですから、しかもほうこさん3花4枚目まだある、うん、これちょっとワイヤマさんちょっと背筋内心ちょっとやばいぞって思ってると思います、はい、凍ってますかね背筋、やべえぞやべえぞ、早く積もんないと、まあワイヤマさんの手は当然 リーチするんですけどね、リーチはするんだ、もちろんそうですよね、両面待ちなんでね、さあどうだ、まだいない、どこ行っちゃったサブローピン、そしてオカムもイーシャンテン復帰、ウーソーとキューピンが、ああウーソーがもうないんですね、ああローピン当たり牌です、これはでもリャンソー通りましたからウーソー行くんじゃないですか、リャンゾー中筋ですか、キューピンは完全無筋ですから、はい、いや中筋でもないんですが、あウッパーソーが一応通ってないが、あっ9筋のキューピン、これ打点と、打点ですね、さあ一数層ウッパー層、いや一数層一数ピンウッパーピンですね、失礼しました、これ勘はしないんで、勘はしない、そろそろついてない方、あそうですね、まだ白ポッチ生きてるんですよ、あいるんですよ、なるほど、だからこれ6山なんですよね、白ポッチ含めて、おお。あでここに吸収されたから5枚山か、いやでもさすがに積もりそうですが積もるんじゃないのか、ワイ山、これ岡村さんが手詰まってるんですか、岡村さんは現物のキューピン、うん、うん、白ポチだ、あとは本物が4枚、あ、いましたね、それいるよね、リズも赤さん、マンガンですか、はい、はい、マンガンでワイヤマがトップ目で親番のオーラスを迎えます、点差はどれぐらいですか、さあトップを追撃できる選手がどうか、ワイヤマさんが7万2000点ですか、2着目のホーコ選手が4万6000かな、4万6000ですね、はい、はい、なので2万6000点差、倍率もできる、はい、いけます、さあそのホーコ選手の手、ドラが2万1枚、赤が1枚、花が1枚、まあ、ツモ次第ですけども、最悪打点足りなかったらオープンもありますから、はい、はい、可能性は全然ありますね、うん、そしてオカムホーコの点差は1万4000点です、オカムさんとしてはここはまずは2着、そうですね、まああの、ね、リーチかけて、あこれ本一いきそうですけどね、はい、そうですね、打点もつけつつ面前でテンパって、はい、あの積もってチップを稼ぎたいみたいなのがあると思います、うん、ワイヤマさんもあの見てたらやられるんで普通に稼ぎに来ると思いますね、うん、ワイヤマさんとしては2着目にハネマンを補充しても大丈夫といった点差です、バイマンだとダメだが、バイマンなんてあるのっていう感じで攻めていくでしょうか、ただあれですよね、あの、まあ、3人打ちなんで、はい、結構あの バイマン、まあまあまあ、もちろんね、見てるとやられると本人は思ってると思いますね、できやすいんで、うん、じゃあやっぱり手は組まなきゃいけないなと、まああの降りるとか受けるは現時点では考えてないと思います、なるほど、はい、さあほうこさんはバイマンを作りたい、ドラのイーマンが重なれば、お両ピンアンコでかいぞ、ここですね、チューンを今使うかどうか安牌なんですよ、チューンって2枚切れで、なおかつほうこさんの現物なんですよ、うん、あちょっと残しましたね、
やっぱトップ目なんで完全に無防備で、うん、はい、っていうのはちょっと避けた形ですね。そうですね、この辺がバランスですよね、うん、やっぱり。ほうこさんはここでドラの E マンかペーあたりを切るか、まだ9ピンで重なりを見る。さあ、いいじゃん点広っ。これはさすがに、はい、あのもう押すっていうことですね。はい、これ現状一番いいのがあれですね、ワイヤマさんの手に。間違いないです、ワイヤマさんなりましたよね、はい、さあ電波入るか。でホーコさんはやっぱりあの不利は不利なんですよね、はい、打点作んないといけないんで。さあオカム転敗です。オカム羽根積もれ2着オープン、オープン しましたね、うん。これ現状がリーチオープンドラさんですか。ピンフもありますね。あ、ピンフもありますね。なので出上がりで1万2000、まあオープンなんで積も前提なんで羽根積も絶対と、うん、そうですね。さあ積もられたら逆転してしまうという状況を目の当たりにした方向、ここ一発目にパーソーを選んで戦う姿勢を見せなければいけません。さあリャンピン薄いな。ワイヤマさんテンパったら闇手の選択肢ありますね。一発か、ああ違うじゃん。何のモーション。あの残ルールでは、あの残では一応あのよろしくはないですけど、あのペナルティとかはないっす。ですね、多分ね皆さん和気あいあいとやってるんで、この辺もワイヤマさんはあの闇点で、はい、あのこっそり狙うとか全然あの考えてらっしゃると思いますね、うん、もう街が分かってるのでどう打ってくるかですけど、はい、でもこれ6球ピン待ちとかになったらリーチが、あ、そうですそうです、だただあ、それはリーチでいいんですか、ね、多分いくと思いますが、はい、現状9ピンがもう3枚な切れてるんですよね。なるほど、ダマもあるか。さあ転敗しました方向選手、ペンサンゾーの1つ。方向さんは倍満なんでドラ倍4もリーズも1つ、あ、もう普通のリーチでもいいですねこれ。普通のリーチで積もったら倍満だ。そうですね。しかしオカムのリャンウピン待ちとこれリーチしてめくり合っていいものかと。いや、あの今白ポッチが、あの以外の白が、あ、ダマだ、ダマにしましたね。しけたらきついぞ。もう確実に残ってるの分かるんですよね今。うーん、でもまあペン三蔵でってことですよね。あ、ワイヤマ三蔵、これは出ない形。出ないですね。はい、さあどうだ、三蔵は残り1枚のようです。さあどうだどうだどうだ、あっぶな、これはファインプレーですね。これは普通リーチだと思いますけど、はい、リーチしなかったですね。ホーコ選手の慎重さが表に出ました。これででも追いついたらすごいですよこれ。リャンピン引いたり三蔵引いたりありますよね。あ、テンパった。ワイヤマ待ちをどうするか。パーピンでダマですねこれ。パーピンを切るとローピンチーピンの待ちになります。どうだ、何が出た、チーピンだ。ワイヤマタンヤオイーペーコー赤が3枚、1万2000点。最後もワイヤマ決めてきた。まあワイヤマさんの手はまだまだの変化があるっていうことでしょうね。なるほど。それもありますし、あの、はい、ローピンをあのホコさんが切ってるんですよね。だからホコさんの意識ってあのオカムさんのオープンリーチに行ってるわけですから、はい、あの出る可能性があるってことですね。まあ堅実なダマ点で見事トップ確定との上がりを決めました、うん、ワイヤマこれで3戦2トップです。強いですね。強い強い、現存王が周囲をひた走る展開になりました。さあでは結果確認していきましょう。トップはもちろんワイヤマ選手、2着にホコ選手、3着にオカム選手で、点数が岡村さんが3万点台の3着でマイナス10枚、岡さんが、4万点台でマイナス2枚プラス12ですか、はい、といった形になりました。いや、4回戦ワイヤマ選手の見事なアレンジ、そうですね、トップ劇となりましたが、いかがでしたか。あのワイヤマさんやっぱりそのストレートに、うん、あの打つわけじゃなくて、うん、やっぱり常にその相手の、はい、やっぱ距離感を測りながら打ってらっしゃるっていうのが、はい、やっぱり試合巧者だなっていう感じしますね、うんうん、そうですね。まあどんな手でも廃効率通り打って、まっすぐ打ってて、それで勝てるのは苦労しないよってことですよね、うん、そうですね。はい、ワイヤマさんの打ちからね、存分に楽しんでいただけたでしょうか。それではこの辺で、4回戦の試合は、放送は
終了となります。次回5回戦の出場メンツが和吉、岡ムー、春以上の3選手での対戦となります。ぜひ次回もご視聴よろしくお願いします。それではこの辺でお別れです。さよなら。